こんにちは、群馬の八幡ギフトの浅野香織です。咲き始めから発色しますが、最初はピンク、ブルーの区別があまりありません。色の濃い花が咲いているなっていう感じになります。赤っぽいです。開花に従って色が分かれていきます。咲き進むと色が薄くなって、花芯から縁までのグラデーションのこう色付きになります。手まり型で満開時には円形に近い大きな花になっていきます。花弁も少しだけカールが出てきます。全体的には縦に伸びる樹形でシュッとしてますね。そして背丈が大きくなる傾向で、花の直径も大きく、大型にこうスッと上に伸びるような大型になる品種です。ミカコと違うところはですね、花の壁のところにちょっとこうカールがついているので、ミカコのようなまん丸というよりは少し変化があります。